こんにちは、ドッカ軍です。普通科です。本日は質問に答えるコーナー。本日もですね、リモート配信です。はい、どうも。確認していいですか？もちろん。今入っているどうもっていう声は森尾ハザードくんですか、それとも隣の部屋から聞こえてくる声でしょうか？うん、隣の声で何合わせてるんだよ。腹話術じゃないですね、今。いや、私です。めちゃめちゃ声入ってたから、前、隣の方の声が。入ってましたね。そうですね、そのうちタイミング良かったら私はもう何も言いません。リンクしたら。全部彼がね。全部ね、やっていただけるようでございます。さあ、ということでね、早速、質問コーナー行かせていただきます。今回も、前編後編とさせていただいております。よろしくお願いします。コメントありましたらまた。頼むよ。何メンバー一人増えてんの。ねえ、早速行かせていただきますよ。まず質問、こちら、ドドン。私はシャバの男です。ワックとお付き合いしてみたいです。出会える場所はどこでしょうか。むしろ私はシャバの男です。やっぱあれじゃないですか、フートン地のある最寄り駅でフラフラしてたら、すごい怖いけど。駐屯地近くのまずコンビニの店員さんになること。駐屯地内の隊員クラブ的なところとか、居酒屋チェーンが入ってるんですよね。駐屯地近辺でナンパしたら一人ぐらい捕まえる。怖いでしょ、駐屯地近辺で。何やたらショートカット狙いで声かけるんですか。ショートカット狙いいいじゃないですか。その駐屯地周辺のところに自ら勤務する、そして究極自衛隊に入っちゃうっていう、ね、もう自衛隊に入隊するっていう。それが一番早いですね。でも頑張ってくださいね。頑張ってほしいですね。頑張ってください。続きましての質問です、こちら、山の訓練で昼に襲われたりしないんでしょうか、ね、あんまり普通の演習でね、土の上でじっとさ、例えば伏せしてるとかないからね。まあそんなに ね。でもだから前言ったっけ、あれなんか聞いたの昼に。ピー入れるぞこら。睾丸にちょっと硬いですけど、睾丸。あれ、抗がん筋ヒル、あれ、そんなの人類、せっかく抗がんって言ったのに、抗がんに筋ってなんだ。ちょっと今、じゃあ、森尾さん、前もそれあったかもしれないですけど、一旦まだついてるかもしれないから、森尾さん、ちょっと一旦ついてるか確認してもらっていいですか、今。育ちすぎよ。私の抗がんにもしいるなら。ヒルめっちゃでかくなってるんだよ。うん、十何年ずっとくっついてるから。確かに地域によるんだろうな。人によってはね、襲われたことあるっていう隊員さんもね、いらっしゃると思うんですけど、うん、はい、続きましての質問、元陸自なのに空自海自の質問が来るのは億劫でしょうか。いや、これはね、もうそんなことはございませんからね、ありがたいですよ、何でもください。逆に再確認になることもあるからね、あ、そういえばこういう質問あったなっていうのもね、全然ウェルカムでございます、ね、はい、ください。はい、続きましての質問、こちら、ただ、普通科で完全武装出動する際は小銃弾は何発ぐらい携行するんですか。多分これ言っちゃいけないと思いますが、機関銃の弾薬もその際持つんでしょうか。あれじゃないですか、はい、出動、武装で出動ってないじゃん。ない。海外派遣とかでそっちで行ってる人はもしかしたら携行したらなんか、森尾さん今は弾薬は携行してないんですか。俺何やよ。完全武装で上京してきたんじゃないですか。違いますよ、ある意味完全武装ですよね。持ってその顔だけどね。弾薬持ち顔だけど、ね、うん、弾薬持ち顔、あれか、マガジンポーチに入る量だね。装備品でいうと弾倉4つでしょ、だから20ずつ入るから80か、言っていいのかこれ。でも、ね、見えてるもんね、だから、ま、最大で言うと80は持てるのか。あと、はい、排能にも入れるんじゃない、団体につけるね、ポーチ、マックスに入れた際は、80ぐらいじゃないかなと。弾能は4つだよね。かといって、これを持ってますというわけではないですよ。だから、森尾ハザード君は、80発持っております。持ってない、持ってそうな顔。あ、80発持ってそうな顔。80発持ってそうな顔。ややこしいわ。これだ。どんな顔だよ。これだな。はい、続きまして、こちら。はい、ただ。災害派遣はありましたか。これ多分前もありましたが、軽くお答えします。具体的に言うのはまずいかもなので、あったかなかっただけ教えてください。私は行きました、新潟の中越の時、飯作り飯作りでね、
僕は山形だったか地震で、災害派遣の、準備寸前まで行って結局出動要請はなくて待機で終わりましたけどね。ね、同期とか普通にみんな、ありますね、1回ぐらいは。はい、続きましてですね、こちら、じゃじゃん。一度はなくしたと諦めていたキティちゃんの枕、見つかったとお披露目していましたが、女性の膝枕とどっちがいいんでしょうか。なんだよこれ。俺の質問じゃないだろこれ。この森尾さんが現役時代を支えたキティちゃんの枕ですよ。キティちゃんの枕で普通科の森尾さん寝てたんですから。それはもうあれでしょう、はい、そしてもらうなら女性の膝枕ですけど、ちゃんと睡眠を取るならキティちゃんでしょ。しっかり答えんじゃねえ。どっちも取んじゃねえ。もう向こうにですよ私は。だからあれが一番いいですね。女性の膝で寝てしまって、その女性が重てえなこいつってなって気使ってくれても頭バッと持ち上げてキティちゃんスッて振り返ってくれればね、一番ベストですよね。クランケを手術台に移す時みたいな、はい、せーのっつってこう枕変える。はい、続きましてこちら、小野寺さん、おでこテカってますが汗っかきなんでしょうか。え、テカったことないですけどね。結構多いんですか。テカったことがない。あの顔にね、薄く塗ってるねクリームとね汗が相まるとね、あの本当太陽圏になるんですよ。太陽圏に、いや、ね、天使なんだから目ないから。まだ目ないから。天使なんクリーム塗ってないでしょ。天使なんクリームと汗で太陽圏をやりますから。いやいや、目が開く太陽圏の使い手です。いや違う、汗です。はい、続きましての質問です、こちら、榴弾砲で直接照準での射撃訓練とかありますか。お、これはね、何年か前に答えたかもしれませんが、こうじゃないですか、言うたら大砲とか、でヒューって落ちた先に森尾さんの正体とかがいて、ニャ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 ピピ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 バーン、そのえ、苦い思い出だよ。傷口をえぐってしまいました。1時間で死んだな。で、これは上にピューンと打つね、この関節照準、ね、これを直接照準にもやる訓練があるのかっていうことですけど、一応やるっちゃやるんですけど、実写はやんないですね。相手がこう動いたのに対してこう回すと頬が動いて合いますから。でも引くまではやらなくても、そのこれはあるよ、よしよし。でもあんまり実用的じゃないからあんまりやらない。忙しいしな。はい、そういう感じ。続きまして、音楽隊が層に上がる時も立教とかあるんでしょうか。これは層に上がるのは音楽隊も、ちゃんと立教ありますよと。今日中に行くでしょう。ね、今日中に。はい、続きましてこちら、高卒で同級生が入隊し、食堂のおばちゃんが可愛く見えると言っていました。本当にそこまでなるんでしょうか。そこまでなるんですかって。いや、これ言い方が悪いよね。その人もね、好みのおばちゃん。いやいや、ちょっと待って、あれだね、それって映画で見る刑務所みたいな感じよね。本当に、いや全然、でもね、綺麗な人もいるし、なんかね、愛想いいおばちゃんとかみたいな、もう可愛く見えちゃうじゃん。そうですよ、土日出れますからね。まあ森尾さんは食堂のおばちゃんでもなく、駐屯地にいた、5人くらいのワックでもなく、キティちゃんに向かうっていうね、そういうのもやっぱりありますから。俺一番言っていいじゃん。人間じゃなくてアニメキャラしてキティちゃんに向いてるわけじゃん。やばいよこれ。はい、続きまして、チーム特化軍に元イカが加入したら、挨拶は衛生課ですまたは内科です、どっちでしょうか。医療系の遺憾ですね。これはね、どっちでもないですね。違うんだ。これどっちでもないですね。もうチーム特化軍は、どうもこんにちは、特化軍です。普通科です。誠に遺憾です。だと思うんですよ。はい。悪いことしたの。文字はこっちの遺憾。だから本当に遺憾ですよってことよ、自分が。まあそうだ、怒ってるわけじゃないよ。怒ってるわけじゃない。毎回突っ込まなきゃいけない。怒ってんのって。ね、怒ってるのかって。遺憾だけどね。ややこしい。このうちめんどくさいからそのまま言っちゃうパターンでしょ。そうそう、誠に遺憾ですって言ってね、言うんですけど、突っ込まない。面白いかね。あるかもしれませんよ。続きまして、こちら。5年ぐらい前に、岐阜の自衛隊基地に足場を組みに行った飛び職の友人が、おならをしたら撃たれるから気をつけろと言われたんですが、自衛隊以外の人も、そういったことで撃たれるんでしょうか。
だから自衛隊の基地にあの外部の人間だけど飛び職がこうね頼まれたから足場を組みに行ったんですよ。職場の飛び職同士で静かに組み立てろって。へしたら、お前、撃たれんぞここは。自衛隊内だぞここは。って怒られたらしいですよ。標的になっちゃう。怖いな。その友人のボケだから。A をして撃たれるんだったらもう全自衛官死んでますからね。おなら一発しただけでさ、なんだガサッなんだっつってこう撃たれるかもしれないっていう緊張感の中、ここは自衛隊の中だって思いながら足場組んでたわけでしょ。ねえ、ちょっと重たいもんで力んでヘラが出ちゃったりするからたまにね、ちょっとね。鉄骨とか持ってぶってやったらもうバンって撃たれるの。もうなんか待ち構えてるのかな、あの足場のところに5、6人ぐらい。で、ヘラ撃つやついるかもしれないです。まあでも信じるか信じないかはあなた次第です。どういう風に伝わったかでね、面白いね。ただ。彼氏に作業用の手袋をプレゼントしたいです、参考までにお二人はサイズは L それとも LL 薄手がいいですか革製がいいですかどっちがいいですか。僕使ってたのはあのマジックテープで留まる迷彩の薄い革、あ人工革だと思う、うん、確か薄かった気するな。薄い方がだってさよりフィットする方が作業しやすいからね、うん、なんかいっぱいあるよな確かに革手ってそういうの、うん何ですか今何ですか今の。いや肘からカーテンめくりちゃって M か M どっちかでやればうんね無難かなと思います。さあ分かんない、その人190センチ台とかって L 大きい。その情報は言ってくれって思うね。ちなみに私の彼氏2メートル20センチ140キロなんですけれどもって後で言われたら宇宙よアンドレ手3倍ぐらいね。まあまあ基本的にはね私たちは M か L ぐらい。ドダン、森尾さんが使ってた拳銃は9ミリでしたかそれとも 11.4 ミリでしたか。9ですね。これは、森尾さんが高校生の時に使ってたのが、9ミリで、自衛隊時に使ってたのが 11.4mm、うん、だから9ミリの方で、殺し屋をやってたっていうのを私は聞いたことがありますね。何ですか殺し屋変な映画でありそうな。だってこれ俺3回ぐらい言ってるからいよいよこうじわじわと浸透してくるかな。無料ハザードは高校生の時に殺し屋やってましたよ。殺し屋は受け負ってくれないからな自衛隊な。当たり前だっていうか聞いたことね殺し屋やってましたなんて聞いたことないよ。食歴的に殺し屋って書いちゃうんでしょ。ヒットマンでしょ。撃ったことあるのは9だ9です、9ミリだそうです。はい続きまして、もう何十年も前ですが一緒にサバゲーしていた後輩が自衛隊に入り集団率が良く空挺団に入ったと聞きました。こんなことってあるんでしょうか。当時特戦軍とかはないです。これでも多分若干誤解があるのかもしれませんけど、あの集団率がすごいのがスカウトされて空挺に入るっていうわけではないですけどね。あの前期教育で、希望した、後期教育から空挺ってなったらもう空挺です、はい、あとねこれついでにご説明させていただきます。空挺レンジャーに例えば、行きましたと。これ現役の人が言ってますけど、空挺レンジャーに行って帰ってきても、うん、あの大事なのって空挺レンジャーって耐え忍ぶ訓練ですから、うん、すごいこう集団率が上がるとかとんでもないテクニックを身につけて帰ってくるとか、空挺レンジャーもレンジャーもそういうことじゃないです。はい、なんかたまに誤解があるから、これ現役の人がねその誤解はちょっと解いてくれって言うんで、私がね代わりに今言わせていただきます。まあレンジャーは集団率が良くなるために行くのとはまたちょっと違う。そういうわけじゃないですからね、うん、レンジャー行ったら、うん、とんでもないパワーととんでもないテクニックを身につけてくるっていうことじゃなくてですね、耐え忍ぶっていうのが結構多いですから、ちょっと誤解があるのは空挺レンジャーに行ったのは確かに偉いね、耐え忍んだからすごい、しかし行った後が大事だってね、この誤解を解いてくれって言ってました。はいアメリカ軍とかとこう技術交換とかして学ぶ、よろしいでしょうか。どんだけ空挺レンジャー言うんだよ。どんだけ現役の人にそこは頼むぞって言われたんだよ。言っといた方がいいよ。はい、はい、そして最後の質問でございます。ああ最後ドドン、演習で蚊の対策とかしてましたか。私はちなみにハッカー油を塗ってましたよ。もともとやってた人なんですかね。はい森尾さんどうでしょうか。
私はもう穴という穴に蚊取り線香ぶち込んで歩いてましたよ。もうそれはド M なんじゃねえか。もうド M っていうかもうあっちしな。いい迷惑ですね。鼻とかからもなんかバッファローみたいに出てるわけだべ。そうよ、もう鼻、耳、口。でもまあ、うん、8回ですよ、子供。あ、8回よ。だからあれ、市販の結局虫除けって寄ってくるじゃん。山の蚊って強いから。うん、強い。圧倒的に8回の方がいいですよ。あんまり8回油がこっちでは、あんまり流行ってはなかったですね、当時。流行りとかなあれ。流行りある。うちの中隊の人は誰も8回は使ってなかったね。新隊の時から言われてたよ、ハッカー油って。1日大砲を見張ってろっていう役になったことがあるんですよ。ただただ座ってるっていう昼間、あの蚊取り線香を僕の周りにあの魔法陣のように炊いたんですよ。俺ぐるぐる魔法陣ぐるぐる魔法陣ぐるぐるのように炊いたんですよ。蚊取り線香を折って置いて、あの本当僕がもうおぼろげの妖怪に見えるぐらいの、もう本当浅草の浅草寺ぐらい炊いたんですよ俺。でもね、山の蚊って来るよね。あ、強いんだよね、うん、ハッカー油の方がね、うん、あれでもちゃんとマジで蓋閉めないでしまっちゃったらどえらいことないよね。ビッタビタハッカーの匂いはするわ。もう出たね、灰のやらなんかこぼしちゃったらもうビッタビタで匂いすごいしさ。それ興奮で後ろの人きついな、ね、ポケットとか間違って。森本太郎さんはあれでしょ、あのこう昔のタイプのこういうやつ、家のあのハエビタビタにくっつくやつ。要はばあちゃんちょいったらあるやつな。そうそうそう、なんか勝手につくんだよ。あの蛍光灯のこのスイッチのところにぶら下げるのね。あれでもビタビタに貼って。こうね、鉄鉢のこっからこうピローンとこう垂らしてやってた。仕事になんないよ。避けながら仕事にならんよお前。ね、森尾さんはハッカー油、私は、普通に虫除けでしたね。はい、はい、ということでございました。またね、質問ございましたら下のコメント欄にお願いいたします。何か食べんだったらと思っております。おツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いいたします。チャンネル登録してございます。 お願いします。ボスアップあります。お願いします。本日はこれまで。それじゃあまた。